中国はまだ貧しかったんですね。しかし日本としては米ソ対立がどんどん進む中で、ソ連の南下してくる力をどう防ぐかというのが最大のテーマでした。私の自衛隊に在籍中の若い頃がほとんどの勤務を北海道にし、大祖防衛に明け暮れておったと思い出します。そういう中で日本は大祖防衛を何とか抑止したいというか、中国に対して正常化にあたって中国をソ連の南下する政策に対する盾に使おうとした。反覇権条項をどうするかということが非常に大きな問題になっています。そういうような中で中国結局日中関係の正常化にあたっての交渉の中でですね、結局中国の日本が主張する反覇権条項を入れて中国に共に戦おうよということは、どっか行って結局中国は一つだ、台湾と縁を切れという中国の国内政治に基づく要求を飲まされたんですね。したがって日本は記憶によるとですね、日中国交正常化を果たし、中国は一つだという中国の認識を認める、そして北京を中国の政府と認める。日本としてはこの中国が一つという認識を尊重すると考えて、ね、尊重するんだったら中台関係にまず口出しをするんだという中国の話と、日本はこれまで国際政治の中で主張してきたことは、中国に対して国際秩序に従いということを言ってきたわけですが、自分が約束したことも自分は守らなきゃいけないという、まあ、主張自覚的なところがあります。そういう中で中国に対する、台湾に対する中国の抑止力があった場合、抑止力があったから日本の人と同じだという体制で自衛隊を派遣することは非常に難しいんじゃないかと私は思います。一方アメリカはですね、日本と同じような条件の中で、米中正常化は果たしましたけれども、アメリカはまだ合同ではあるけれども、その中台統一は平和的手段で行う必要があるということに、そしてアメリカに台湾関係法を作らせ、その台湾関係法に基づいて台湾に武器をうっかりしているわけでありますから、アメリカの立場と日本の立場は違うと思うんですね。まあ、そういうようなことをちょっと個人的に感謝を申し上げながら、今日の私のお話をこうで終わりたいと思います。いずれにしてもなかなか安心しておれない難しい状況の中に、安全保障環境の中に今いるんだということは変わりないと思います。ご清聴ありがとうございました。Thank you.
ても、台湾は自力で守れるとか、あるいはまあ、アメリカにちょっと近づくような意味で、中国軍の上陸を阻止しようと、そんな議論があるんですけど、その辺 の、 その海軍力というか、まあ、空軍力というのもあるんですけど、どうなんですか、いざとなって中国じゃなくて、本気で台湾に侵攻しようと。サイバーやいろいろ電子戦法という、まあ、目に見えない戦力によって台湾を農家するというやり方があると思いますが、あなたがおっしゃられたように台湾本島全部をまさに半導体の工場組んである台湾を中国が全部占領して、そこから上がる利益を全部まるまる中国の国に使い取るというような戦争というのはですね、まだ難しいと思いますね。で、習近平は、私はすぐには台湾侵攻しない、本島侵攻しないと思いますけれども、習近平そのものもですね、今一強体制を強化したと言いながらも、本人は不安でしょうがないわけですよ。自分の独裁体制がいいのかっていう、これでいいのか、これでいいのかと、いつ寝首をかかれるかもしれないよというような不安体制の中で、負ける戦争はしないですね、と思います。よく孫子の兵法を適用するように、戦わずして勝つっていうのが中国の習近平が今狙っていることだと。そういう条件の積み重ねをやる中で、台湾総統選挙では失敗したと。しかし、例えばですね、台湾海峡というご指摘のように海を渡るというのは大変なことです、一般論からすると、第二次世界大戦で沖縄とか硫黄島がアメリカの上陸用終点に埋められて奪取されたようにですね、ものすごく航空戦力と犠牲者を伴うわけですね。島の海を渡る攻撃というのは、海を渡る攻撃というのは、その必要に必ず達成しなきゃいけない条件は、制空権は自分で取るということ。したがって台湾海峡で言えば、台湾海峡の制空権を取るためには、アメリカの空母をさっき出た第二列島線の外まで排除しなきゃいけない。中国はやっと3隻目の空母ができて、発着訓練が今年から始まると言われる段階で、すでに第二次世界大戦から空母を使った空母大国のアメリカの航空戦力をですね、海峡から排除はできないですね、まず。そしてその後、海を渡る訓練というのは、強襲揚陸艦というのに兵隊を乗せます。兵隊がたくさんいたとしても、海を渡る艦は小さな鉄の塊の船の中に閉じ込めたもの状態なんです。そうすると、その船が沈められれば戦力も消滅するわけですね。そういうようなことを考えると、強襲揚陸艦というのが非常に大事になるんですが、
教習館中国語まで2席しかないと思います。そういう意味ではとても足らないし、それから上陸作戦を敢行して台湾も抑えたとしても、今のようなさっき見ていただいたように台湾の民意の中で台湾の2000万人が総ゲリラ活動をやりましたら、中国はあそこにある2000万以上の軍隊を駐留させない、これを運び込むだけでも大変だし、というようなことを考えていくとですね、非常に徒用能力というのは難しいんですね。そういう意味ではよっぽどの自信がない限り、あるいはトランプさんのような大統領がもうアメリカを中心に考えるということで台湾に手を出さないということを明確に明言するような条件が整えればですね、あるいはあるのようかもしれませんけれども、中国もただじゃ済まないわけですね。まあ、そういうようなことでしばらく習近平さんは台湾に対する、台湾の本土に対する、本島に対する上陸作戦というのはできないんじゃないかなというふうに私は見ております。今おっしゃられたように新しい戦争というのはきっと味方が判別しないというのは無人機なんですね、ドローンなんですよ。でこれはウクライナでもそうですけども、多くの戦車が出てるのでドローンの制度で奪う、そういうことで自分の兵隊を殺さないで相手をやっつけるということが今どんどん進んでいます。そういう意味ではこれまでの戦争とは違う戦争様式になってやることは間違いないですね。それは逆に言えば軍人だけが戦争するという時代じゃなくなるかもしれませんね。そうすると国際的な平和を愛する人々の気持ちや基準がどうなるか、ついにイスラエルにおいてはアメリカがイスラエルを見放したような決議をしましたね。まあ、そういうようなもろもろのことが重なってしまいますので、軍事力を比較するだけで強い方が勝つとは限らないという時代になるかもしれないのは間違いないと思います。しかし軍事力が大きな指標であることも間違いない、まあ、そういう意味で今日もご説明したんですけれども、あなたのおっしゃる通りドローンや電子戦や宇宙戦やいろんなものが総力戦として重なって戦争というのは生まれるんだろう。胡錦涛罰のですね、軍の
高官を汚職という名目でどんどん逮捕してきて、でその軍の高官の中にはまあ2人ぐらいですね、あの自殺に追いやられてますですね。ですから軍の中にですね、あの習近平に対する不満が結構渦巻いていると思うんですね。だからそういう体制で中国がですね、まあ、台湾侵攻したら何かですね、内部で交換するんじゃないかと。あと、あの今中国はさっき書いてあった200万人、それ200万人の理由が100万が陸軍ですね。陸軍ですとどうしても人が下がるんですね。で、陸軍のその兵隊っていうのは大体あの一人政策で、その政策によって生まれたあの兵隊がほとんどですから、ですからどうしてもですね、精神的にも弱みがあるんですね。だからそういう体制を見て台湾を侵攻するためのえー、100% 不可能。